世界に新たなる深淵なる闇が生み出され、その抜本的対処に苦慮する最中、つながった空間の先に存在する別次元の惑星、地球。そこで繰り広げられた一連の騒動を経て、アークスの情勢も変わりつつありました。何度倒しても世界にフォトンある限り復活し続ける深淵なる闇、その根源を打ち、犠牲の存在を救い出すための手段はついに見出されようとしていたのです。直接会うのは久しぶりだね。二人とも緊張してるようだけど大丈夫かい？大丈夫だよ。この時のために今までみんな頑張ってきたんだから。まあ緊張するなというのが無理な話ですよね。でもご安心ください。お二人のことは私がしっかりサポートしますから。二人とも、これはペルソナを取り戻す作戦だ。闇の宿主となりながら、一人でその支配に抗い続けている。復活した深淵なる闇とアークスが戦い、力を削ったところでペルソナが時間を速攻する。深淵なる闇の復活直前の時間まで、宿主の自分ごと時間を巻き戻す。それをずっと繰り返している。このまま放ってなんておけない。絶対に助け出す。そうだよね。ペルソナは深淵なる闇の中枢、そこに今も存在している。それは君たちが一番知っているはずだ。深淵なる闇とのつながりを断ち切らない限り、救出は不可能。救い出したとしても、深淵なる闇が新たな宿主を求め、最悪の事態を招いてしまう。ペルソナを救い出すためには深淵なる闇を消し去るしかない。でもそんな手段はなかった。今まではそうだったですが、手段は作り出されました。棺さんの持つ雨の暗雲です。座を払い浄化する刀、一時はランパルスになってしまったアルクンやマザーを救い出しました。原理はそれと全く同じ、同じことをやるだけです。彼女たちの協力もあって雨の暗雲の能力を分析できた。再現もできている。君の持つペルソナとのつながりを、かの武装をここに。この力、君に託すよ。これは君がやるべきことだから。作戦も単純明快だ。
深淵なる闇の中枢を君が切る。そしてペルソナと深淵なる闇を分断することができたら、二人で起こしてあげるんだ。君たち二人の手で。うん、もちろんだよ。いっぱいいっぱい言いたいこともあるんだからね。シエラ、痕跡なし。周辺から反応も消失。完全にロストだ。そんな。アースガイドから報告です。
地球でもあの人の反応は見つからないとのことです。そう、オペレーターから緊急通信？これ望遠画像？宇宙が歪んでる。これブラックホール？そう珍しいものでもないですけど。って突如発生したとか、そんなことあるわけないですよ。恒星の重力崩壊じゃない？中間質量型も観測値が否定？しかも拡張速度がおかしいです。このままのペースで広がっていったらすぐに宇宙全部が飲み込まれちゃう。こんなブラックホールありえない。どうなってるんですかこれ。これあの人の失踪と関係あるのかな。タイミング的に無関係とも思えません。合わせて調査を進めてみます。待たせたね二人とも。そのブラックホールについて情報は共有済みか。説明の手間が省けて助かるよ。二つ報告がある。まずはいい報告から。反応が見つかった。本当？じゃあ早く助けに行かないと。落ち着くんだ元井。続けて悪い報告。反応があった場所はそのブラックホールの中心だ。唯一の絶対静止座標系、宇宙の原点、かつて惑星シオンがあった場所。そこにガーディアンはいる。動きを止めろ。手間取らせやがって。だが鬼ごっこもここまでだ。生死問わずと聞いている。やれ。あまり甘く見ないでください。これでも多少の心得はあります。ち、腐っても王族か。だが侮ってんのはお互い様だろう。お姫様よ。召喚人、魔術師が追ってだなんて。だてめえは。まあいい、邪魔するってんならまとめてぶっ殺すだけだ。まだエフィメラを。気をつけてください、敵が来ます。いやー、たまんねえな。やっぱ最高だぜこれは。よ、オラオラ召喚獣ども、
あのクソ生意気な奴らをさっさと潰してこい。こうなってしまった以上、かの敵を打ち破るしか道はありません。ご協力お願いできますか。緊急警報発令。アークス戦艦周辺中域にダークファルスの反応が接近しつつあります。改めまして、ご助力感謝いたします。兄様との合流を焦るあまり、探索網への意識がおろそかでした。お名前聞かせていただけますか。あなたは命の恩人です。大げさなんてことはありません。私は命を狙われています、この国の王から。どうか名乗らせてください。私の名は。そこまでだよ、記録の迷いもさ。元の世界にビューンと戻ろう。どうされましたか。消えた。そんな、あの方は一体。まったく君はいつの唐突だ。でも無事でよかったよ。一体何があったのか教えてくれるかい。そう言われても困っちゃうと思うよ。ごめんね、変なタイミングで戻しちゃって。私も焦ってたからつい。君はどうやってここに入った。どうもこうもスススッと来てスーッと入っただけだよ。あ、もしかして秘密の会話中。ごめん、部屋に入る前にはちゃんとノックしないと。だよね。ダメだな、ずっと一人だったからかな。常識ストーンと抜けちゃってるみたい。転移反応なし。アークスではないけど、この反応はフォトンのみによる身体構成。でもダーカーじゃない。あなたの知り合い。みんな剣論だね。君は一体何者だ。あ、そっか、私が誰かわからないからか。ごめんごめん、それも抜けてた。私はアルマ、初代のクラリス・クレイスって言った方がスパッとわかる。でも今の私はアルマだから、アルマって呼んでくれると嬉しいかな。初代クラリス・クレイス、彼女は死んだはずだ。私の肉体はとっくにないよ。今だってこれフォトンだけだし。だ
多分知ってると思うけど、人だった時の私の体はルーサーに壊されちゃった。けど私の心は、フォトンは消えずにアカシックレコードとずっと一緒にあった。わかりやすく言うなら、死んだ後アカシックレコードの精霊になったってところかな。証拠、証拠か。何かちょうどいいものあったかな。あ、そうだ。じゃあ一つちょっと私の得意技を見せるね。よーく見ててよ。3、2、1、はい。あ、いつの間に、転移じゃないですよ。今の感じ、私たちは知ってる。ルーさんが使ってた時間を操作するテクニック？そう、私のことをいじくり回して、なんとかこれだけ真似してたみたい。ちなみに今のこれのことをテクニックって言うとスー君怒るよ。これはマジックだ、ふざけんなって。ピー君やリーちゃんは何をやってるのかちっともわからんって、いっつも首をひねってたな。あ、そうだ、ピー君やリーちゃんまだいるでしょ。二人なら私のことがわかるよ。ピー君、リーちゃん、どなたのことでしょう。レギアス君とマリアちゃんだよ。まだ元気なんだよね。本人が聞いたら悶絶しそうなあだ名だね。わかる？いっつもやめろやめろって言われてたよ。二人とも今は任務中で不在にしている。しばらくは会えないよ。つながりないから私のこと見えないじゃん。シオンさんのこと知ってるんですか？もちろん、私ずっと一緒にいたからね。シャオ君のことも知ってるよ。シオンとつながりがないと君のことが見えない。僕たちのところに来た理由はそれか。アカシックレコードの精霊。うん、今のこの状況だと私を認識できるのはあなたたちだけ。そして今起きているあれに立ち向かえるのもあなたたちだけ。いきなり信用しろって言われても難しいのは私にもわかる。私にわかることは何でも話す。だから考えてみてほしいな。つながってる素子、簡単に言ってしまうとあれはアカシックレコードそのもの。フォトンはどこにでもある。アカシックレコードが
世界の全てを記録するためにある素子だからね。みんなの使い方はね、その素子を通じエネルギー発生の記録にアクセスして再現しているって感じだよ。フォトナーもフォトンについてはエネルギーとしての利用が主だったけど、あれはもっといろいろできるんだ。どうやってってなるとちょっと話が難しくなるけどさ、シオンもきっと伝えきれないと思ってエネルギーとしての利用方法だけ教えたんじゃないかな。私はなんとなくわかってる。みんなよりもフォトンのことを理解できているけど、どうしてそう使えるのか、どうやったらそう使えるのか、それが説明できない。私がこういうのをビシッと説明できていたらもっといい世界になってたのかな。もっとみんなニコニコって笑えたのかな、なんて思うこともあるんだよね。初代クラリス・クレイス、私の前の伝説の三英雄。いやいや、伝説ってほどじゃないよ。たかだか四五十年前の話だよ。私はズルが得意だっただけで、アークス的な強さで言ったら二代目ちゃんの方が上だよ。全然上。それと厳密に言えば私はクラリス・クレイスじゃないの。クラリス・クレイスじゃない？説明しにくいんだけど、私の中にあったフォトンの名前がクラリス・クレイスなんだよね。これでも分かりにくいよね。あ、そうだ、そうそう、二重人格だったのよ私。二重人格？私体弱くて寝っぱなしでさ、暇だったから体の中にあったフォトンにいっつも話しかけてたんだ。そしたらそれがバシッと人格持っちゃってさ、最初はびっくりしたよ。いや、私よりも周りの人たちがびっくりしてたかな。あの子話し方も乱暴だったし、戦闘の時とか体動かすの億劫で、あの子にいつも任せっきりだったんだ。あの子もあの子で張り切ってて、その結果クラリス・クレイスって名前が伝わっちゃったんだよね。だからかな、ギー君やリーちゃんは私のことをクラリス・クレイスって呼ばないの。私は別にどっちでもいいんだけど、二人に悪いし、私の時はアルマって呼んでほしいかな。はい、わかりました。ついでに敬語もやめてほしいかな。ああ、うん、わかった。それでアルマさんの中にいる初代のクラリス・クレイスさんは今どうしているの？今のこの体を私に譲って消えちゃった。
体を譲って、いやちょっと違うかも。肉体を失った私の新しい器になってくれたかな。つまりね、今の私、体がクラリス・クレイスで心はアルマって感じ。クラリス・クレイスさんがアルマさんを守ってくれた？守った守られたって考えるのはあの子に失礼だと思う。あの子の最後の言葉、これで貸し借りなしだったもん。あ、そうなると私がクラリス・クレイスでもあるのか。そっちで呼ばれるのにも慣れないか。状況を整理しよう。シエラ、突如発生したブラックホールの現在状況と拡大進行のシミュレート。はい、モニターに出します。これが行方不明になったのと同時期に新たに発生したブラックホール、そして現在の情報をもとにフローレンベルクブラックホール界で組み上げた未来予測がこれです。込まれて世界が真っ暗に。従来のブラックホールはこんな速度で拡張していくものではありません。明らかにこれはおかしいです。アルマ、聞かせてほしい。君は自分自身のことをアカシックレコードの精霊と言った。そして帰還には君の力が作用したのも間違いない。反応はブラックホールの中にあった。そうなると君はあそこにいてそこから来たと考えるのが妥当だ。答えてくれ、あそこには何がある？あのブラックホールは何に通じている？わかってるんでしょ、シャオ君。そこにあるものはただ一つ。惑星シオンが元いた地点、宇宙の原点、宇宙ができた時に生まれた場。それはアカシックレコードそのもの。そしてあなたが迷い込んだあの世界、仮にオメガと呼ぼうか。オメガはね、アカシックレコードの記憶が具現している世界なんだよ。アカシックレコードの見てる夢って言い方の方が分かりやすいかな。記憶の具現？それってまさか地球での一連の騒動がエーテルが関係してるんですか？多分ね。フォトンはアカシックレコードとつながっているものだから。そのフォトンが地球で変質したエーテルとくっついちゃって、その影響でおかしくなったんだと思う。
でもアカシックレコードってシオンさんのことでしょ？もういないんじゃ。その認識にはちょっとだけ勘違いがあるかな。シオンはシオン、アカシックレコードはアカシックレコードだよ。確かにシオンがいなくなってアカシックレコードにアクセスする存在はいなくなった。でもアカシックレコードはあるの。見る人がいなくなっただけで、ある。宇宙は記憶を続けている。例えるなら、アカシックレコードは図書館で、シオンは司書ってところですか？おお、的確。その例えでバッチリだと思うよ。管理する人はいなくなっちゃったけど、図書館自体は残ってるの。本来は誰もアクセスできないはずのアカシックレコード。しかしアカシックレコード自体が自分自身を一つの世界として、オメガとして具現させてしまった。具現し認識できる世界になったアカシックレコードに深淵なる闇は転移し融合した。その結果があの宇宙を飲み込まんと広がり続けるブラックホールってことなんだね。記憶の整理中に見るのが夢。アカシックレコードも同じ。アカシックレコードはね、全宇宙の記録を整理している最中にきっと夢を見てるんだ。その夢が形を持ってしまった。それだけならよかったけど、その夢に悪意が入ってきた。このまま放っておいたら全部真っ黒に飲み込まれちゃう。過去も未来も何もかも。だから私はここに来たの。私はもういない人だけど、みんなとシオンが紡いで見せた未来の先が見たいからさ。私に説明できることはしたつもり。協力してくれないかな。ありがとう。アカシックレコードの中に深淵なる闇が入り込んでいる。それを倒して切り離す。やることは単純明快だ。今までと何も変わらない。でもそれに至るまでの手段やオメガの状況が想像つかない。まずオメガにどうやっていく。ブラックホールの中に送り込めるアクスシップは存在しない。もち、時間を止めて送り込む。やっぱりか。
無茶苦茶なことをするのが歴代クラリス・クレイスの仕事なのかい？どういうこと？簡単に言うと、重力というものは時間停止中には作用しないんです。ブラックホールの持つ超重力の影響を時間停止で無視し、オメガに送り込む。理屈はわかりますが、むちゃくちゃですよ。むちゃくちゃなんかじゃないよ。引っ張り出すことはできたんだし、送り込むことだって絶対にできる。ただ一人だとしんどいのも事実。クラリス・クレイスがいてくれれば余裕だったんだけど。だからさ、二代目ちゃん、手伝ってもらえないかな。え？私？フォトンの扱いが上手い人に一緒にいてほしいんだ。あなたなら大丈夫だから。心配なんてしてないよ。あなたは大丈夫って私分かってるから。気をつけて行ってきてね。私待ってるから。シエラ、君は一緒にオメガへと向かってくれ。シップの管理も一時的に僕が持つ。はい、お任せください。って、つまりそれって私もオメガの中に入るってことですか？自慢じゃないですけど、戦闘とか全くできませんよ、私。シエラちゃんについてはナビゲートに集中できるような形で送り込む努力はしてみるよ。ただどういった形になるかはそれこそオメガのご機嫌次第かな。不安しかありません。まさか初の現場がこんなとんでもない感じとは。はい、よろしくお願いしますね。時間を止めたブラックホールにはキャンプシップで近づく形になるよ。距離が短ければ中に送り込むのも楽になるから、準備ができたらキャンプシップで出発してね。時代のものだよ。宇宙すべての記憶の見る夢、そりゃあもう知らないことばっかり起きちゃってるはずだから。いざなう私が言うのもおかしな話だけど、気をつけてね。それとよろしくお願いね。私も自分の姿を見て思わず絶句でしたもん。
でもこの姿ならあなたにずっとくっついていられますね。よーし、負傷シエラしっかりとナビゲートしますよ。とりあえずは生体反応の集まってるところに向かってみましょうか。なんだか物々しい雰囲気ですね。何しているんでしょう。そこの貴様、何をしている。見ない顔だな。王の手の者か。神妙な格好をした怪しい奴め、何者だ。あの、私たちは敵ってわけでは。この小ささで喋った。なんだこいつは。私みたいなのが当たり前の世界じゃないんですか。ああ、もうどうすればいいんです。何の騒ぎです。あ、ハリエット様、お騒がせしてすみません。怪しい者たちが潜伏していたので、今まさに捕まえようと。怪しい者？あなたは！いけません、ハリエット様。危険です。下がってください。どうして危険がありましょう？この方は私の客人ですよ。客人？この方が？ですが、たとえそうだとしても、この状況では。バルナ、私の副官としてのあなたの気遣い、ありがたく思います。でも大丈夫です。私に任せてください。わかりました。何かあったらお呼びください。すぐに駆けつけますから。ありがとう、バルナ。さあ、こちらへどうぞ。ここは私専用の天幕です。誰も邪魔は入ってきません。私のことを覚えていらっしゃいますか。つい先日命を救っていただきました。改めて名乗らせてください。私、ハリエットと申します。ぶしつけを承知で聞かせてください。私たちのこと、この国のこと、いえ、この世のことをあなたはご存知でしょうか。やはりそうなんですね。異邦のいでたち、私たちのことを知らずに、しかし圧倒的な力を持つ人、まさしく伝承の通りです。私たちはどれほど待ちわびたか。伝承って何ですか。それは、外がなんだか嫌な感じに賑やかになっていませんか。ハリエット様、入ってください。国軍側に魔術師が到着、召喚準備を行っている模様です。ここに魔神城を呼び出すつもりなのですね。召喚前に敵陣を叩き、これを止めます。バルナ、全員に出撃の連絡を。いけません、ハリエット様、無謀です。ここは引きましょう。このまま引けばズルズルと本拠まで追い詰められてしま
そうなれば終わりです。それに皆が戦っているのに私だけ逃げ出すなどできるわけないじゃないですか。ハリエット様、一点突破の速攻で勝負を決めます。バルナ、連絡を急いでください。すみません、私も戦いに出ねばなりません。説明はまた生きてお会いできた時に。どうするんですか？分かっています。言われるまでもないですよ。行きましょう、ハリエットさんのところへ。召喚兵、魔神城召喚準備。国にあだなす反逆者を押しつぶせ。魔神城召喚を食い止めろ。突撃！クソ、魔物の数が多すぎる。だがあと少しだ。各員奮闘せよ。行くぞ。抜けた、勝つぞ。魔人結界。言って遅かったな。現れよ魔人城。魔神城出現を確認。魔物があふれ返っています。魔神城、あれの魔神結界は突破できません。全軍撤退、指揮は私が取ります。全軍撤退完了しました。ハリエット様をすぐに撤退を。いえ、私にはまだここでやるべきことがあります。ハリエット様、まさか。ここに権限せよ、破壊の使用。無理です、ハリエット様。その実はバスタータワーはまだ誰にも制御できないことは分かっているはず。それでもやらねばならないのです。魔神城の魔神結界を破壊できるのはこれだけなのですから。お願い、答えて。この世界の闇を払うために。やはり私ではダメなんですか、私の魂では。
これぞまさしく危機一髪ってやつですね。あなたはどうしてここに。この人の言う通り、あの状況で放っておける人がいるはずありません。アークスたるもの、ガーディアンであるこの人が放っておけるわけないです。ガーディアン、ありがとうございます。とはいえお礼を言ってもらうのはまだちょっと早いかもですね。いくらガーディアンでも無限に湧いてくる敵を相手に戦い続けるのは不可能です。あちこちに散っている敵勢力はハリエットさんの軍隊が押しとどめているようですが、あの障壁を突破して奥にそびえるてんてこな城を何とかしないと。でも城の周りにある障壁、あれを壊すのは相当骨が折れますよ。その間しのぎきれるんでしょうか。障壁を破る方法あるかもしれません。あなたの力、ガーディアンの力を信じさせてください。俯瞰していた戦場に突如現れた異形の城、その出現とともに一方的な状況となっていた魔人城と称される異形の城が生み出す魔人結界は、何人たりとも通さない絶対的な防衛力を誇る。攻めもかなわず引くもできず、あとは蹂躙されるのみ。魔人城より無人像に湧き出る魔物は、その圧倒的な物量で人々を圧殺する。もはや情勢は明らか、敗走しか選択肢はないはずであった。しかしそこに現れたるは異界よりの来訪者。悲劇の王女に迫る悪しき刃を断ち切り、光をもたらす救世の存在。その圧倒的な力はここより世の歴史に刻まれる。私たちの目的は敵の侵攻を食い止めつつ、敵魔人結界および魔人城の撃破です。そしてあちらが敵の陣地、その最奥に巨大な魔人城が存在します。魔人城より全周囲に放たれた魔物を押しとどめることで兵士は手一杯。それではいずれ押し切られます。魔人城は敵勢力を生み出す母体、あれを落とさない限り勝利はありえません。敵陣最奥の魔人城を倒すですか。ですがあの魔人城とやらを守る魔人結界はどうしましょう。あれの破壊時間かかりますよ。そのための兵器があります。それがこのバスタータワー。バスタータワーの力をもってすれば魔人城の魔人結界を容易に破壊できます。ただ私の力ではこの兵器を扱うことができませんでした。しかし先ほどあなたの力に反応し、召喚は安定、起動も可能な状態になりました。今のバスタータワーなら撃てます。魔人結界を唯一破壊可能なバスターパイルを。敵動き出しました。悠長に話している暇はなさそうですよ。要するにバスタータワーで障壁を破壊し、その後魔人城を壊せばいいんですよね。はい、おっしゃる通りです。それにもう一点、バスタータワーが敵に破壊されてもこちらの敗北です。ぶっつけ本番ですが、やってみるしかありませんね。私も精一杯ナビゲートします。頑張りましょう。魔人結界を突破して魔人城を壊しましょう。
召喚するための魔能を集めましょう。それでは周囲の魔能を集めていきましょう。この度のご助力、皆を代表しまして深く感謝申し上げます。この人のおっしゃる通り、アークスには当然の行いです。そんなことよりも魔神城のことが気になります。それにバスタータワーも。まず魔神城についてです。ずっと敵を生み出し続けていたあれは砦？それとも生物？城とも言えますし、生物とも言えます。無尽蔵に魔物を呼び続ける生きた要塞、その名を魔尽蔵。大規模召喚術によって召喚された世界に刺さる悪しき楔です。召喚術？異界より使役獣を呼び出す魔術の一種です。
この世界には魔術というものがあります。大気に存在するマナを用いて超常的な現象を引き起こす技術です。ほう、私たちで言うところのフォトンとテクニックみたいなものでしょうか。先ほどの魔神城やバスタータワーの分析が簡単にできたのはルーツが似てるからなのかもですね。人一人が扱えるマナの量には限界があり、魔術の性能は常識的な範囲に収まっていました。このエフィメラが発生するまでの間は、このエフィメラは数十年前から世界中に咲くようになりました。種もつけず、ただ花だけを咲かせます。そしてこれが魔術の触媒として非常に有用であることが分かりました。ある国は身体強化魔術を特化させ、ある国は深層の飛躍調合に用い、またある国は増殖の秘術を編み出し、そして我が国は召喚術に光を見出しました。魔神城は召喚技術の極致です。周囲のエフィメラを食らい尽くして召喚されれば、その場にくさびのようにとどまる。強固な魔神結界を自身の周囲に展開し、迎撃のために魔物を無尽蔵に召喚する。さらに魔神城自体も強大な戦闘力を持つ。どのような魔術を用いても人間の力でこの要塞を攻略、突破することはほぼ不可能と言えました。ひとたび召喚されれば、その場に存在するマナとエフィメラを食らい尽くすので、新たな魔神城召喚も不可能。それってつまり魔神城を呼び出した者勝ちってことですか。はい、この世界の戦は魔神城の発生とともに完全に様変わりしてしまいました。それを打破するために生み出されたのが召喚術バスタータワー。さっきの戦闘で使用したあれですね。大気中のマナを束ね、魔神城の展開する魔神結界を砕くためだけの工場兵器。ただその制御には大量のマナが必要。エフィメラなしの我々には到底扱いきれませんでした。しかしこの人はそれを扱うことができた。そして魔神城を撃破することができた。魔術はマナを、技術には努力を、力を使うには代償が必要です。何の代償もなしにこれほど規格外の力を使えていいわけがない。今世界で起こっている国の睨み合いも、我が国で起こったクーデターも、全てエフィメラに起因しています。世界を狂わす蜜を持つ魔性の花、私たちの目的はこれを排除し、国を、いえ世界を平和に戻すことです。世界平和とは大掛かりですね。でもあながち外れとも言い切れないのが何とも。ハリエットさん、その花こちらに渡していただけますか。その花に力を込めてください。武器を持つように
フォトンを込めて。やはり。ハリエットさん、やはりっていうのは？先にお話ししようとした伝承です。この世に太古からある誰もが知っているおとぎ話。その一節にこうあるんです。世が闇に満ちようとも嘆くなかれ、異界につながる光の彼方より精霊に導かれし英雄現れる。英雄はしるべとなり光の道を渡す。その道は勇士の道となり、かの者の友柄を導くだろう。導かれし英雄たちは光のもとに迷いし民を導くだろう。祖は困難なる道、しかして正しき道なり。何じら祖を恐れることなかれ。その手は光の導き手、救世主。祖は闇を払い光をもたらす。伝承にある異界よりの来訪者よ、ヒエ・ガーディアン、お願いです。私たちに力を貸してください。なんだかすごい大掛かりな話になっちゃってますね。っていうかハリエットさんはいいんですか？伝承っていうのは分かりましたが、私たちは明らかにこの世界の人ではない。そんな得体の知れない人を信じて。もちろん伝承だけでしたら警戒していたと思います。ですがあなたは力を貸してくれました。二度も私を助けてくれました。信じるにはそれで十分です。それだけで十分ですよ。右も左もわからない場所で、しかしそれでも力を貸すのをためらわなかったあなたを信じる。たとえ伝承がなかったとしても私はそう答えます。さっきのエフィメラという花、元に反応して消滅しました。あれはダーガー因子の塊です。アークスとしても持っておけません。それに、こうまで言われちゃ断れないですよね。ありがとうございます。いろいろと情報が手に入りましたね。とりあえず一旦アークスシップに戻って報告しませんか？